大丈夫でしたか？あ、大丈夫でした。普通に怒られましたけど。やっぱ怒られたんや。なんで知らんのやって言われました。生で言われたってね。それ以外に、例えば、多くの人から、批判を受けても全然構わないんですよ。その一人がいいって言ってくれれば。うん、で、その一人が、やがて10人になり、100人になり、増えていくと、やっぱり中長期的に安定して経営ができるようになってくる。それが突破口になって、でそんな中で事業主さんっていうのはどんどん仕事が楽しくなってくるんですよ、はい、うん、でもっともっと個性的に尖っていこうとする、うん、で個性的なサービスだったり価値っていうのを、新しい価値っていうものを創造していこうとするようになるんですよね。でその過程で事業主っていうのは自分の人生と向き合っていくことになるんですよ、うん、っていうのは何でかっていうと、事業主の売り物って物じゃなくてこと、さっきも話しましたけど、うん、やっぱり個人事業主が売ってるものっていうのはものすごくパーソナルでドメスティックなもの、うん、サービス業なんですよ。例えばそれが物販であったとしても、それに付随するサービス業、うん、うん、だからうちはその人の人生を応援する。応援していく中でどんどんその個人事業主さんっていうのがこう個性的に活躍していく、はい、その過程を見ていくっていうのがやっぱりうちのやりがい、うんうん、ああ、よかったなって思える瞬間だったりするんですよ、はい、個性的でないと個人事業主はこう勝ち残れないというか、生き残れない、うん、っていうのは、今現状っていうのはいろんなその業種ありますけど、はい、どの業種も同業者との、そのパイの奪い合いをしてるわけじゃないですか、うん、もしくは値段の競争をしてたり、はい、で値段の競争とかっていうのは絶対に大資本には勝てない。はい、でもやっぱりどうしてもそこへ行こうとする事業主さんが多い、うんうん、でそのテーブルとかそのパイの奪い合いのテーブルから脱却しないと絶対に生き残っていけないんですよ、うん、これから先大きな会社はもう閉めて、パイは閉めてるし、値段も安くてってことですよね、うん、その仕組みの中からは逃れられない、うん、絶対に生き残れないとなると、もっともっと個性的に新しい価値だったり、うん、個性の創造をしていかないと、事業主ってのは生き残っていないと。個性的で新しい価値っていうのは、もうここにしかないものっていうことを、うん、そう、だから要するにそこへ買いに行く理由になるわけじゃないですか、うん、結局それが、はい、そこでなきゃダメっていう理由、はい、それをやっぱり見つけ出して、はい、生み出して伸ばしていかないと、うん、発信していかないと生き残っていけない。それっていうのが、そのブログに書いてもらって、例えばここがもっと良ければなみたいな意見も聞くことで、そこを伸ばすことで、個性的なものにつながる。その中でもう事業主がやっぱり今以上に仕事が楽しくなっていく、そうするともっともっと個性的になっていく、新しい価値を生み出せるような事業主になっていくんですよね、うん、その瞬間がやっぱりやりがいを感じる。泥棒っぽくないこれ。泥棒っぽい。いい話をさ、いい話をしてるから。ほんまの細泥やで。自分ちでです。ちょ、泥棒。しかも、時代劇に出てくる。時代劇に出てくる細泥。今すごい話。そうそうそう。邪魔すんなよ。ぶち壊しちゃろうと思って。あ、ここ使える。ここいいね。こうさって話してさ、これさってさ、今みんなで笑ったところ。ケンちゃん入ってる。今いい話だから、ここ使おう。ちょっとソロでと思ってさ、俺どいたんだよ。ああ、そうなんだ。そう。俺邪魔したくなる。分かる分かる。これ何に使ってるんですか、この映像的な。多分なんか、うちの雰囲気みたいな。よく盗撮とかするんですよ、うち。盗撮っていうのは普段の仕事風景をこいつがみんなに言わずに、カメラ仕掛けてそれを撮影して気づいたら YouTube にアップされてる。そう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 。そうなんですか。
困るじゃないですか、ね、あでも承知でこういつ来るなってなんていつか分かってる、大体やられるのは分かってるから。テロの後のご飯美味しい。何やねテロの後それやったらテロっぽくなるよね。さっきハンコせんべいしてた、ね、姉さんやるで俺がこれでやってたからあれでもテロっぽくないですよねこれは。さあ、ししゃも焼きたてだよ。あ、食べてよ、食べてよ、ほんまつまんで。あ、すいません。あれやるの忘れたね。アナゴさんの東京ね。あー、アナゴさんの何それ。アナゴさんの東京、今日アナゴさんに会うときにこう、どんなあのケンちゃんうまいよ。キーワード、どうやったらあのトップページに来るんですかって質問出して、うん、あれは考えることなんだよキーワードをいくつか並べて見てるやろ。俺めちゃめちゃ似てんねんねこれ。分からへんかもしれんけど似てんねん。アナゴさんっていうテロップを言おうかなったらめっちゃ似てるねこいつ上手。ティーバックそっくりやね。ティーバックできる。知ってますティーバック、プリズンブレイク見てないですか。あ、やってくる。あ、なんかわかるかもしれない。あのちょっと悪いやつ。うーん、一回二回見たことあるんだよ。やってみてくださいよ。フライバーいいやね、今までそこまでやらへんのかお前。これもどうぞ、これもどうぞもうさっと取ってください。ドーンと、もっともっとドーンと、すいません、はい、ご飯まで、うん、ドーンと、はい、あ、置いといて。そうだ、尽くしてるのに僕そういうの結構あしらうんですよ。冷たく。これどうだった一番。うん、好み割と。うん、まあまあ。でもまあ、おでんに入れんでもいいかなって感じです。あ、そうなんだ。そうやったら焼いて別個で出してほしい。ああ、了解。焼いてとかフライパンで炒めてね。うん。ケンちゃん何食べる。これし、お肉。ほうれん草。あ、ほうれん草なのこれ。ほうれん草だよね。うん。ほうれん草。このほうれん草甘いんだよ。いつもこんな感じですか。何がですか。よそってあげるみたいな。これいつもですよ。僕らあの、あんまり前に言ってないんですけど、もともと河原で2人とも捨てられてたんですよ。それ言っちゃうのか。まあいいや、河原で捨てられてたんですよね。あの、本当は大学で知り合ったみたいになってるんですけど、あの、河原で捨てられて段ボールに入ってたところを、で、新田の方が通りかかって、まあ、この子たちはかわいそうだってことで、うん、キャン玉を吸わせてくれたんですよ。母乳がやっぱ出ないんですか。母乳が出ないんで、キャン玉を2人でこう吸って育ったんですよね。なるほど。左右の玉が。で、それで結局シワシワにはなったんですけど、でもまあ、こいつは育ててシワシワになったんだから、いいかな。なんかでも食事中にする話。同級生や、言うて。その時間でうどないなって。写真見せましたっけ、昔の。あ、大学生の時のか。ホームページ用にあれしたんですけど。入ってるよ、コーラ。え、コーラ入ってるよ。あ、これ俺のだよ、ね、ごめんごめん、ありがとう。これですよ。え、